ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、チャーチ、グラフトン、ブラウングレインレザーです。日本のイギリス靴ブームを牽引し、ブリティッシュスタイルの代名詞としても人気を集めるチャーチは、実用的なコレクションを数多く展開しています。イタリアでも支持が厚く、現在プラダグループ傘下にいるチャーチはレディースコレクションも手掛けるなど、男女問わず知名度の高いシューメーカーの一つです。同ブランドの代表作の一つであるシャノンもカジュアルシューズとしてファンの多いアイテムですが、外バネウイングチップのクラフトもまた一押しのアイテムとなっております。同じくイギリス靴で外までウイングチップになると、カントリーシューズとして上がるのはトリッカーズのバートンかと思います。バートンに関してはつま先周りにもボリュームを持たせ、全体的にどっしりとした印象です。それに対してこちらはコバがオールラウンドグッドイヤーベルトでしっかりと張っていてボリュームを感じますが、ノーズにかけて本体はドレッシーさも感じる塩梅となっています。それは同ブランドのストレートチップのコンサルやセミブローグ、ディプロマットにも採用される現行主力のドレス着型である173ラストをこのグラフトンも使用しているところから来ています。ステスンは設けながらつま先に程よく丸みを持たせたシルエットに、細くするところは細めて履き心地にも定評がある名作ラストです。このグラフトンではポリッシュドバインダーカーフをアッパーに用いたものが市場で多い中で、グレインレザーを採用したモデルは多くありません。シボ側は傷も目立ちづらく、ガシガシと履き込んで味を出せるのが魅力です。バインダーカーフはメンテナンスが簡単ではありますが、やはりエイジングを楽しむとなるとグレインレザーが一押しです。またこちらは4都市表記となっており、東京に旗艦店ができる前の2000年代初頭から10年代あたりまでの製造のお品となっております。では次に使用感の説明に移らせていただきます。こちら当店で A ランク相当の扱いとなっております。ではまずこちら右足から、ヒールカップですが、シールが貼られていたのか汚れがございます。こちら左足です。左足の方もですね、一箇所シミの部分がございます。沈みの方は最大 1-2 ミリといったところです。では次にサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらサイズ表記の方が 70F となっております。エドワードグリーン202ラストの方で UK7E、オルデンのバリーラストの方で US7.5D あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。その他サイズ感について不安やご質問などございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。ラフな合わせにはもちろんですが、ツイード生地の合わせやジャケパンスタイルにもおすすめです。ハーフラバーさえ貼れば雨が降りそうな日でも気にせず履いていけるアイテムとなっています。ゴールデンサイズの頼りがいのあるモデル、ご興味があればぜひご検討くださいませ。それではご視聴いただきありがとうございました。